SBS 水曜劇場をご覧の皆さん、こんばんは。試験官主催、緑川学寮です。試験官演出助手やらせていただいてます、劇的ジャンク堂のキャナコです。はい、今回は、10月の25日から27日にウィングフィールドで公演させていただく試験官第3回試行公演平行戯曲という作品の宣伝をやらせていただきたいと思います。はい、もう一度時間と日付を言わせてもらいます。10月の25日の19時からと26日の14時、18時、27日の13時、17時の回、計5ステージございます。ぜひ来ていただきたいと思います。どういう話かなというところなんですけど、毎回うちの作品は作品の説明がすごい難しいんですけれども今回平行戯曲からもなんとなくわかるかもしれないんですけど、パラレルワールドの話をしております。なので、第1回公演、第2回公演で出てきたような話がまたちょろっと挟まってたりすることによって、その第1回第2回を見た人はちょっと面白かったりとか、でも全然見てなくても楽しめるような作品にはなっています。で、今回はなんと男8人、男だけの芝居となっております。で、男8人で、ラブストーリーをやるんですけれども男8人で、ボーイ・ミーズ・ガールならぬボーイ・若津・別れるですね、ボーイ・若津・ガールの話をボーイはかつガールな演出で、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、女の子を演じますっていう意味なんですけど行っています。なんでちょっと男の子同士がね、なんかハグしたりとかキスしたりとかまああるかもしれないなと、ちょっと苦手な人は楽しみに、ぜひ逆に思ってるほどそんな見苦しいものではないんで、綺麗です。男の子がなんか女の子可愛いよねとかも、あいつに振られてさ、もうマジ女ってもう何なんだよ何なんだよでさ、あの子可愛いよなみたいな、なんかそういうバカだなみたいな、男子ってバカだなみたいな作品になってればいいなと思ってるんで、こう女の子が見た時に、あ、男子ってバカで可愛いなって思って、男子が見た時にボーイズトークだなって思ってもらえる作品になればいいなと思ってます。今回もやはり試験官の特色であるリズム読みがいっぱい散りばめられてますので、すごいそっちもまたお楽しみにしていただければなと思います。見に来てください。お待ちしてます。